果物ライムですオブジェクトはアリゾナ州の田舎の一軒家から投擲されたことによって2012年8月14日に地球の大気圏を離脱しており現在は天星星と海王星の軌道間に位置しています通常のライムと同等の見た目をしているにもかかわらずオブジェクトは波外れた耐久性を有しており宇宙空間という過酷な場所であっても傷一つない完璧な状態を保ち続けています一般人に発見されるような危険性がないためオブジェクトの収容は必要ありません